はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。実はこれ取り直ししました。え喋、ー、っている途中で宅球便来ちゃいました。うわー、ですよね。こういうのが一番嫌です。はい。えー、なんというかね、えー、あれな話なんですけど、はい。えー、まあ、朝にもね、言ったんですけど、と、まあ、円安進んでますよね。 多分これもっと進みます。えー、とあるね、えー、まあ、あなんて言うのかな、そっち系のね、アナリストですね。経済アナリスト。まあ、あ本当にあのー、この方、あ多分裏で、えー、繋がってる方だと思います。すっごいある意味面白い記事を書いております。 はい。えー、まず、表題なんですけど、表題は、ああ、円安はね、あと10%は進みますよっていうことを書いております。<laughs> はい。あと10%は少なくとも進むと。でもって、えー、まあね、えー、日本側ですね。 面白いんですけど、日本側の関係者は、あまあ、日銀とかでしょうね。150円台前後があ望ましいという、そういう意見を持っていますよっていうことを書いてありますし、はっきり。はい。はっきり書いてあるんですよ。でもって、もっともっと読み進めていくと、面白いことが書いてあるんですよ。はい。えー、我々のね、えー、シナリオ。 はい。我々のシナリオはね、170円にすることはありませんということを言っております。はい。えどういうことなんでしょうかシナリオができてるんですね。はい。シナリオできちゃってるんですよ。で、170円にすることはないんですよ。っていうことは、169円までは上がりますよっていうことですよね。裏を返すと。お分かりになりますでしょうかこれ。 まあでもね、実際には、今の時点でのシナリオであって、今後このシナリオがどう変わるのかっていうのは分かりませんのでね。はい。えー、まあぶっちゃけて言っちゃうとそういうことでございます。まあ今の時点のシナリオではね、170円にすることはないですよって言ってるんですよ。はい、誰がするんでしょうかね。はい。まあ分かりますよね、皆さんね。 はい。わかってもコメント欄には書かないでくださいね。私も知ってますけど。はいえ。言いません。はい。これを言っちゃうとね、ちょっとやばいんでね。はい。お願いいたします。はい。まあ、そういうことで、とあるシナリオがね、あって、そのシナリオは170円にはならないようになっているということですね。 はい。まあ、この経済の専門家さんですね。相当深いつながりがあるんだと思います。はい。わ、えー、かりますよね。誰かと。はい。誰かたちとですね。はい。まあ、そういうことでございますね。で、えー、169円ぐらいまでは行くんじゃないかと。はい。まあ、行きますよね。行くんですよ。行かせるんですよ。はい。 まあ、これによって何が起こってくるか。ええー、大変なことが起こりますよね。169円とかになっちゃうと。もう155円でも日本の生産業がね、ええー、どうもダメになるんじゃないかっていう話が出てます。はい。これ、おととい、あの、そういった新聞記事ですね。載せました。昨日かな。はい。えー わかりますよね。155円になったら、もう日本のね、えー、生産業が日値もサッチもい,たいかなくなるんじゃないかと。まあ当たり前っちゃ当たり前ですよ。全部輸入してるんですから、原料。原料輸入してるんですから。日値もサッチも行かなくなるのは当たり前ですよ。で、ほぼほぼ中小ですからね。大変なことが起きますね、これ。で、向こう側の、まあシナリオですね。 にあるのは、170円にはしませんよっていうことがシナリオにあります。ということは169円までは上がるのを覚悟しないといけないということです。はい。えー、どん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 これね、日本の経済自体があダメになってきますね。はい。アジャパーになっちゃいます。アジャパーに。まあ、簡単なことで、 輸入で成り,立っ成り立ってるんですよ、この国ね。はい。で、えー、まあ、内部留保ですね。内部留保をしてないような、まあ、自転車商業のね、えー、中小はすごい大変なことになるんですよ、これ。まあ、内部留保がね、ある程度溜まってれば、それ放出すればいいんですけど、まあ、放出もするかどうかもわかんないですけどね、大きいところは。<laughs> はい。 まあね、わ、えー、かりますよね、言いたいことが。こういうことで、どん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 日本のね、えー、首が、根元がね、えー、締められていってるんですね。はい。まあね、お分かりになりますよね、この構造。でもって、えー、170円にするのは我々の意思ではないと言ってます。はい。なんで、169円まで上がる。 あ、上がるっていうか、下がるですね。円が下がる。これを覚悟しないといけませんよっていうことです。えそうすると、すべてのものに価格転嫁されてきます。当たり前なんですけどね、これも。はい、これも当たり前です。えー、ほどほど、ほどほど輸入ですから、日本は。はい。なんで皆さんね、ほん 本当に今のうちです。でもって、円が高くなることはございません。ここ数年は、多分、1、2年はね。えー、簡単なことで、えー、まあ、朝の雑談でも言いましたけど、日本は石油産出国ではございません。はい。天然ガスも取れません。他の国にうるみ、潤るようなね、そういった分はありません。 なのでアメちゃんはあるんですよ。アメちゃんは他の国に売る分までねガンガン石油作れるんですよ。はい自国で取れますから。なんでドルはね高くなるんですよ。特にねまあ朝にも言いましたけど中の東さんでねどんどんのパッチーンってやってると。 アメちゃんの石油がね、その分売れて売れて困るんですよ。はい。<laughs> 困ってないですけど。ということはドルが高くなるんですね。はい。そういうことなんで、日本は無理でしょう。はい。でもね、日本には未開発のいろんなね、あの、天然のね、資源がいっぱい眠っているんだぞって言っても、えー、問題は今です。はい。問題は今それが提供できるかどうかなんで、 えー、まあ難しいですね。はい。ぶっちゃけ言っちゃうと難しいです。そんな中、何が起きているかというと、なんと、これ我々の食べ物もね、どんどん少なくなりますよ。はい。えー、まあ輸入品が高くなるっていうよりも、なんと日本の農家がお父ちゃんしてます。はい。日本の農家、お父ちゃん増加中でございます。 過去最高みたいですね。で、えー、すごい、なんていうのかな、有名なベンチャーもお父ちゃんしてるみたいですよ。これも記事貼っときましょうね。農家がお父ちゃんしてるっていうのは、自国で、えー、まあ、いろんなものをね、生産できなくなりますよっていうことなんですよね。来ましたね。来ましたよ。 まあこれ、農家がお父ちゃんしている原因っていうのはいくつかありますけど、まあやはり、やはりね、円安によって、えー、エネルギーですね、まあ、機械類を動かす、はえー、畑を耕すにもね、えー、よっこらせってクワーで耕してるわけじゃないんで、はい、トラクターで耕します。それを動かす燃料費も高騰しているということです。 まあ、ビニールハウスで作ってるところなんかはね、ビニールハウスの燃料代も高くなるんで、やっぱりね、えー、大変でしょうね。はい。それでもって、肥料とか、そういったものですよね。それも輸入です。日本ほとんど。まあ、自然栽培もね、いくつかやってるところありますけど、ごくわずかです。はい。これも地域差あります。はい。沖縄すごい盛んです。はい。 自然栽培ね。あと、プラス、あの、EM 農法なんかも非常にいい、沖縄の場合ね、盛んなので、えー、まあ、スーパー行くとそういうの、コーナーが結構ありますし、ほぼほぼ同じ値段で買えます。農薬を使った野菜と自然栽培の野菜が同じ値段でね。はい。これ、他の地域にはない、まあ、いい、いいことですよね。ですね。まあ、そういう感じですね、皆さん。 まあ、これから農家も大変どんどんやられていきますよ。円安で。はい。お父ちゃんでございます。で、今ね、あのー、これ知ってる人いると思うんですけど、あの、農家の補助金ですね。これって、あの、変な話なんですけど、法人単位で出すようになってるんですよ。なので、いくつかの農家さんが集まってね、法人を作って、はい。農家のね、法人を作って、そっ そこを通して、えー、国からの補助金とかが出るようになってるんですけど、この法人が潰れているっていうことです、農家の。はい。なんで、もう大変なことになると思いますよ、これも。はい。下手したらあ農薬まみれのねえ。まあ、日本も農薬まみれなんですけど、まあ、ポストハーベストをかけるかかけないかなんですけどね。まあ、 ぶっちゃけ言っちゃうとね。はい。ポストハーベストがかかった野菜とか果物を高いお金で輸入してね、えこれも食べられるのは冬裕層のみみたいな、そういった近未来が予想されます。はい。皆さん本当に必要ですよ。ベランダで野菜を栽培したりとか、お家のね、窓、窓辺でね、えちょっとね、プランターを置いて野菜栽培したりとか、すっごい必要だと思います。 はい。これができるかできないかによっても、かなり栄養状態が違ってくると思うんで、皆さん、あのー、考えてください。きちんとね。はい。きちんと考えること、これが必要です。でもって、えー、まあ、円は下がりますね。どんどん下がります。はい。えー、この記事によると、170円にはしませんよって言ってます。 はい169円まではがあの円が下がっちゃうっていうことですね。まあすごい記事ですね。こういうふうに時々ねあっち側の人たちが情報を流すんですよ。はいなんでこれは参考にしといた方がいいです。多分そうなるでしょう。そういうことですね。 まあ本当に日本にとってはいろんなことがね大変な重荷となってのしかかってきます。これから目をそらしていたら残れません。はい。えー、残る唯一の方法はしっかりと向き合ってね、えー、対策することだけです。はい。そういうことです。まあエネルギーも今後本当に値上がってくると思いますよ。まあ円安ですもんね。はい。 えー、エネルギーも、お非常に、どんどんとね、上がってきて、えー、品物もどんどんと上がってきて、まあ、日ッもサッチもいかなくなるでしょうね。そんな時に、備蓄があれば、はい、備蓄があったりとかね、えー、まあ、なんていうのかな、自分のベランダとかね、お家の中でね、お野菜育ててたら、助かるんですよ。はい。 あ外,外で買うとね、めちゃくちゃ高いけど、うちにあるからね、って言って食べれるんですよ。お分かりになりますよね。皆さん、本当にしっかりやらないとダメですよ。頑張りましょう。はい。そういうことでございます。もうね、一歩一歩確実に向こう側はあやってきてます。はい。向こう側は一歩一歩やってくるんですよ。 なんで、えー、皆さんね、えー、どうぞ、気を引き締めて、準備の方にかかって参りましょうね。よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた、ごきげんよう。沖縄おばばでした。どうですかパナタン。パナタンの手が、かわいいですね。あら、爪出てますね。もうそろそろ切らないとね。はーい。